まあ、だけど晴れてる時いいね。お父さん、もうやめときな、みーちゃん。怖いでしょ。いやいや、ちょっと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 また私寝るぞかなってね。自分が乗ってるから取れないんだよ、それ。はい。あやー。今、これして、ダメだ。やってあげて。後ろぶつかんないようにね。あ、ずるいか。
ちゃんと車の中にスマホを落としちゃったの。ああ、どこで、これもうダメだよ。こんなにしっかり
点入った。どうしてゴールに入ったの？審判なのにシュート。そのままゴールへ。ルール上、審判にボールが当たって入ってもゴールはゴール。それも僕も痛くなるわ。そうなんだ。このままカップでゴールだぜ。ぶっちぎりだったのに。タトゥーなの？タトゥーなのに買い物ができちゃった。いいかもしれないけど、よくそんなヘンテコなタトゥー入れたね。こちらの男性が作ったのは自転車なのに、ものすごく一生懸命こいでるのに全然前に進まない。歩いた方が早くなる。ごめん、こっちは自転車を座らせて。あの車なんか変。自転車なのに見た目は車。そんなの車道走ったら迷惑じゃない。ボールボーラーなのに引きずられ。お母さん、正しい乗り方教えてあげて。ただの櫛なのに。止まってるね。レンガの壁なのに、手で取れた。そして実はケーキ。それにしてもこんなところにケーキ埋め込んじゃって。
世界一の大都市、アメリカ、ニューヨーク、はい、華やかなニューヨーカーが行った路上で、ちょっとちょっと、そこのお姉さん綺麗だね、写真撮らせてよね。あ、いいねいいね、最高だよ、ビューティフル。美女に次々と声をかけてカメラを向ける。この男性はマークレイ、50の歳、これあれでしょ、カメラマンとして活躍し、ブランドマンのホームレスでしょ。あ、そうなの。ニューヨークの街がよく似合うダンディーなおじさま。ビルの補充電出てるんですよ。前ヒストリーチャンネルやってた。だがそんな彼にはとんでもない秘密があった。彼はイケてるカメラマンなのにホニャララ。果たしてホームレス。マークレイはアメリカの大学を卒業した。ヨーロッパでモデルやった活動。そして52歳となった今はたまに俳優もやりながら、ニューヨークの街を行き交うおしゃれな女性やモデルの写真を撮って、雑誌やネットワークにいるカメラマンとして生計を立てている。美しいアジアンビューティーだね。ありがとう、シシシシ。また時にはこっちに笑顔じゃない、スマイルスマイル。洋服の新作発表会やファッションショーから依頼され、撮影に参加すること。そして仕事後、彼がいつも向かうのはカフェ。暑いもんね、だってね、本当に本当にもんでこうやってたらね。ほら、そうだになります。あそこはもう…ごめんごめん、おえぇー、出たマークがバスに乗ると、向かったのは別のカフェ。カフェもはしごをすることも少なくて、ベッタベタだ、そりゃやだよね。秘密がある。やあ、お疲れ様。仕事を終えたマークは失敗もいないね、大きい音出しちゃダメだって。とある雑居ビルに入っていく。ちょっと今日は引っ張った引っ張った、これで許した。すると暗いから足元を気をつけてよ。着いた先はどうやらビルの屋上。ここかい、まあ、僕の家って感じだ。真っ暗で寒い時もあるけど動く時はない。なんでじゃあ明日も早いからね。ビルの上で寝てんの。そう、実はマーク、イケてるカメラマンなどデジタンズで払うのも嫌だった。なのだ。しかもこのビルの屋上になんと6年も住み着いている。この広いスペースを独り占めしてるんだ。でも注意、なぜ俺がひげを生やしてるのか。私は見つかっちゃうでしょうね、もうこんなに有名になってたらね。屋上にいるときはほぼここで過ごしている。彼が滞在するニューヨークの中心地、マンハッタンは一人用の部屋で平均3万円を超える。世界でもトップクラス。ティッシュちょうだい。ニューヨーカーは仕事の家賃でいつもストレスが。車も来る。でも僕は完璧自由人。家がなくたって服とかどうしてるんだろう。手に入れたんだぜ。まあバレたら不法侵入で逮捕されちゃうけどね。そんなマークはカメラマンと俳優の仕事で月に1200ドル以上の稼ぎがあるという。そうだな、毎月450ドルが食費、それに飲み水代が300ドル。ここには10ドル。そうそう、スポーツジムの金ただ家賃払っちゃうの。それに健康保険支払っている280ドル。知らなかったな。何だ、本当には気がするんだ。家賃はタダだが、稼いだ金は全て使い切っているというマーク。そんな彼の一日は、朝6時半に起きると、公園のトイレを使って着替えや身支度をすると、街でギャルたちに声をかけて撮影。これも全部信じちゃいけないってことよ。君はなんて美しいんだ。ありがとう。スーツとかパリッとしてたもんね。食事を取ったら、午後はファッションイベントにカメラマンとして参加。いいね、綺麗だよ。夕方になるとやってきたのはスポーツジム。健康や体型維持のためもあるが、スポーツジムに通うのにはある理由があった。なんで奥ちゃん、この番組はちょっと太ってるのにさ、スポーツジム行かないと。お金かかるから。うん、160円だよ。その気がないんだね。彼がスポーツジムに来る理由、それは彼は所持品を全てスポーツジムのロッカーに無理やり詰め込んでいるからだ。ワクタック
は使わせてもらったら一番上はパソコンとか写真マジシこれモデル時代のボディいけてるでしょこれでしこれ女の子に合わせたらねシャンプーだろこっちは気になるなカンパニー僕の持ち物すべてだよそしてロッカールームでシャワーを浴びて楽しいんだと思うんだよ楽しんでるのもジャブジャブゴシゴシ洗濯薄いシャツなんかはこの温風に当てればすぐ乾くよさらに電源を変えてちゃっかりアイロンがけも行っている僕は綺麗好きの方です汚いとか臭いって思われたくない人間だからねその後は食事をとってなんだかんだでビルの屋上に帰宅するのは深夜1時過ぎ家がないだけでかなり充実した生活を送っているようだ大丈夫さらにさすがにバイバイ女性からはもっとバイバイ君はフランス人だろニューヨークで何愛に関してのドキュメンタリー映画を撮ろうと思って僕が出てあげようかいいよ今のところ病気もなく健康だし毎日ハッピーさえそしてこの日はお休み近所のスーパーマーケットへよー、元気かいおー、マーク、またないさっきの人はお隣さんジムのロッカーのねやった、これこれ僕にとっての水道だね日用品を買い揃える方夜はモデル事務所の知り合いから誕生日パーティーにお呼ばれヒレ肉のストーブ、ユリアムリアでよろしくうん、うまいねよーきー行こうぜ人生はただの夢って、ね、彼の何も縛られない自由な生き方いいですよね顔も愛想も良くて仕事も適度にあってちょっと羨ましいなとか言う時もありますおーい何話してるんだいやいやいやめろよまあ借金だってそしてこの日の帰宅は深夜わざとヘトヘトになって帰るようにしてるんだすぐに寝ないといろいろ考えて夜を過ごすことになるからああなんで僕は屋上生活してるんだろうとかね若いトイレめんどくさいカリスマモデルを目指し関心を買ったのにだが伸び悩んだマークは数年後なけなしの金を持ちでもあやべやどうやってニューヨークに過ごしてるんだろうねえ、うん、とても広く渡辺直美は帰ってきたそれが大谷さんだって屋上に住み始めたああ人生うまくいってないのかもなさすがにこんな自分に自信は持てないだから女性にだって愛してると本気で言うのに毎日悩む女のところでは転がり込まないんだねまあこれを見ている人は自分の迷惑になったら働いて家を借りろって怒っているかもしれないねそれか僕の情けない姿を見て笑っていたのねちゃんは家があるこの人マークに驚きの知らせがただ家があるだけの話だ。不老者って言われる。不老者って言われる。誹謗中傷とか。家あるけど不老者とかホームレスって言われる。最高じゃない。もうちょっと頑張ろう。はい、これ冷蔵絶対冷蔵庫だ。はい、はい、はい、任天堂スイッチスポーツを楽しみいただきたい楽しむためのポイントジョイコンにストラップを取り付けてしっかり遊んでください周りの人や物にぶつからないようなんだろうこんな広い家は東京にはない田舎でしか成り立たないしっかり距離がありましょうレッグバンドを使って遊ぶときはあ、サッカーこれお母さんとチャイにいいやつや、はい、わあの前リコちゃんで買った誕生日の時あ、そうだねだよね誰かが嬉しくなるもの女はどっちも作りたい今日は誰かを
嬉しくできた。何一つ諦めたくない。だったらこんなラメだ。こんなハート。じゃあうまい。コップ買ってきてもらう。これ税金で売ってます。ほら、箱可愛いでしょ。塩汁めっちゃうまいと。飲め飲めしときなさい。なんで、どれでしょ。一口飲む。違います。サラミちゃんも、甘みが違う。超密着。うまい。疲れて、それが進まないんだと。が入ったからな。ニューヨークの屋上に住み着くイケてるカメラマンなのにホームレスのマーク。この日驚きの知らせが。24番から67番はひげを剃ってくること。68番から84番エイリアン役で特殊メイクです。マークは60番です。了解しました。メインブラックの撮影に決まったよ。エキストラだけどね。そしてどうだいどうだい、見てくれよ。さすがメインブラックだ。スーツもシャツも僕のように仕立ててくれたんだぜ。どう似合うだろう。あれあれあれ、あのイメージ、もしかしたらウィルスミスかな。世界一スタイリッシュなホームレス、マーティン52歳。ゆうゆう知的な人間の女性に乗ってたが、なんと最近新たな動きが起こり、それは一体。どちらの番組ですか。かっこいいね。マークさんもなんか若いうちにいろんな経験をしてやっぱり今があるんだなと思いますし、すごい楽しそうですね。楽しそうなんだけど、やっぱ時間があると考えたからね。そうだね。いいのかな。うん、いや、ちょっと憧れちゃいました。今家を持たない暮らしっていうのにすごい憧れてて、おびこも住んでるんですけど、あとね、めっちゃいいですよ。帰るとやっぱ時間かかっちゃうじゃないですか。だったらこれ家いらないじゃんと思って。そんなに通うのが嫌なんですね。いやもうだってもう怖いじゃないですか、名簿とか。あ、確かにね。はい。あ、ジャガヤさん、ディリスさん、ニューヨークに住み着くのは西野のマックさんですか。今では仕事を外に行くから寝坊するね。の様子が放送されると家で全部仕事しちゃえばいいんだよ。配膳が人数にバレる。あれがない、お母さん。今では海は全然入ってない。海はどうでもいい。出社さん、俺はどうでもいい。出社一つもない。出社さん、チベット出身。あれは幻想だよ。手入れない。突然ですか。汁がメインだから。お汁が。はい。お汁。16歳の頃何してました。あ、ごめん。ごめん。いや、別に。その時僕は高校生だったので、あの仕事で修学旅行がロサンゼルスだったんですけど、行けなかった。米食べる。そう。あの子行けなかった思いだった。ああ、とても残念ですね。バイバイ。卵1個持ってって。続いて紹介するのは卵と醤油。16歳のある少女とその家族に密着したメディアです。貧しい家庭で育った感動は家族のために考えたせい、あることを始めようと決意するのですが、それはとてもとても厳しい道。その家族の修行の様子を送って家族のドキュメント、映像はとても綺麗なのも見どころですので、まだ見てください。よじゃん。消して。さようなら、お父さん、お母さん。さようなら、可愛い弟たち。さようなら。しいしょ。私の少女時代って結構多く飲んでるよ。食べろ、飲めよ。これ。どれ。これ。私の名前は絶対うまい。サナブゴンモ、16歳。17日間かけて200キロ以上過酷な巡礼の旅に出ています。巡礼の旅か。おい、こっちで一人倒れたぞ。酸素吸入器を持ってきてくれ。そっか。私たちは標高5000メートルを超える山。宗教ってやばいね、やっぱり。酸素が薄くてとても厳しいです。これは騙されないんだよ。決意した一人の少女の
青春時代の思い出を振り返りながら、少女なのに厳しい修行を乗り越えていく様子を描く物語である。綺麗に食べるね、君。宗教だけには困らない。神様いる？いない？いない？正解。お姉ちゃん返してよ。お、なんかね。なんぼ小さくても。そして子供たちは家族の大切な財産です。家はヤギから絞ったミルクを入れて生計を立てています。ですが昨日の夜中、ヤギが池表に襲われてしまったんです。食べてます。なので家族みんなで交代に外で寝て見張りをすることにしました。みーちゃんドキュメンタリーみんなで。ここは標高が高いので空気が澄んでいて、星空がとっても綺麗なんです。ドキュメンタリー好きなんだね。ドキュメンタリー好きなんだ。結構演出入ってると思うよ、これは。これは再現 VTR なの？わかんねえ。いや気持ちわかるよ。わかるよ。じゃあもう同じこと。ヤギが何でしたか？狐にね。雪氷の餌食になってしまいました。狐を殺す。これがあればな。あるじゃん。いやあれじゃあちょっとな。殺せねえ。応援でしょ。いやいや、ちょっと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 、喉に詰まったんでしょ。一生一生で食べるから。もうみーちゃんみーちゃんみーちゃんゆっくりゆっくり、急いで食べるから。私は絶対に負けません。よし、ごちそうさましょう。一回ごちそうさまでした。よし、緊急避難、緊急避難です、ございます。緊急避難でございます。はい、終わりますよ。あー、くたくたく